取れないのかな、これ。これダメかな、ちょっとわかんない。取れんのか取れないのかわかんない。当たった当たった。パリ取れんの、なんなのこれ。おっしゃ、取れた、もらった。これがパリの威力だ。ありがとう。ずっとこの武器でやってきてんだ、この武器と盾のセット。これはかがり火、私はカビ。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。ダークソウル3、持たざる者で始めるマイペース初見実況攻略 DLC 版、本日も行きたいと思います。ですね、この動画はですね、私がダークソウル3を素性を持たざる者で始めて、どこまで攻略していけるかという動画になっております。ぜひ、よかったら最後まで見ていてください。で、あとね、お、かぶってるかぶってるかぶってるからカメラと。で、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん、いつもコメント、高評価ありがとうございます。それではですね、本日もステータス確認いきたいと思います。こちらでございます。生命力30、またね、筋力、技量18、20ということで、限りなく技量寄りに近い上質な戦士でやらせていただいております。で、私のキャラはですね、このルカティエル、ダークソウル2から取ってルカティエルという名前でやっております。皆さん、ぜひルカちゃんとお呼びください。はい、よろしくお願いします。でですね、今日いつもとちょっと格好が違うというか、ちょっと持ってる武器が違うんですけども、今日はですね、こちらです。物干し竿プラス8ね、だいたいマックス強化できてないっていう。で、あとですね、こちらの有機サーベル、私有機ですけど、有機サーベルね、熟練の有機サーベルですね。あとはもうターゲットシールドなんですが、もうやることは1個です。ですね、初闘技場の方に行ってこようかなと思って、攻略を今日ちょっと一旦お休みして、闘技場で本日は、対人戦をやってみたいと思いますのでね、私が割と対人戦で使ってる武器を持っていきたいと思います。ただ有機サーベルはね、初めてっていうか、ほとんど使ったことがないですね。ちょっと素振り程度にやったんですけど、これで、ね、多分戦技強いんですよ、おそらく。戦技がね、結構強い、だからかなり対人戦には向いてるんじゃないかなと。で、私、極拳とかね、太刀なんかはね、対人だと結構好きなんで、あえてね、もうこの中武器物干し竿でいきたいと思います。闘技場自体がね、すごい久しぶり、対人が久しぶりなので、そこら辺はご了承ください。あと、対人戦うまい動画じゃないんで、そこだけよければご理解してみてください。それでは、行きたいと思います。じゃあね、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず1試合目までね、カットしましょう。はい、カット。さあ、来たよ。さあ、制限時間180分。あれは爪か、新武器だな、新武器の爪かな。おっと、なんかエンチャしてるね、エンチャントしてる。あー、向こうも物干しかな。あ、違うな、これはあれだ、有機のサーベルだな、多分有機のサーベルだ、間違いない。よ、多分あれが来るな、必殺の戦技が来る、多分そのうち。危ない危ない、惜しい。ラグがあるからね、パリ取りづらいんですよね。なるべくね、取りたいんだけど、なんかラグいなラグいな、海外の人だな、多分これ間違いなく海外の人だな。今当たったの、何当たったの今の、ラグラグい、超ラグい、超ラグい。おっしゃー、取れたけど、失敗した取れてないと思ったラグいから、今の難しいな。やっぱね、対人はね、ラグがね、どうしてもね、あるんで仕方ないんですけど。よっ、はっ、惜しかったな今の。あ、なんかさ、なんか持ち帰ったぞ。なんだ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 、あれ爪か。よっ、もらい、ありがとうございました。うー、パリー取れたのにもったいね。よいしょー、ルーカちゃんの勝ちいやー、ラグい。次行きます。さあ、来たよ。この人はまた同じ人だね同じ人としか当たらないっていうね、謎のなんかね、
いいよ、しこい、爪で来るのね、今度はね。なるほど、ほらほらほら、爪か、爪は怖いな、爪は怖いな。よし、入ったよ、3ヒット。多分ちょっと焦ってくるから、ここでパリを狙っていく。ほっ、違うか、そこじゃないのか。危ない危ない危ない、つく、おお、怖え、出血する、怖え怖え、よっよっ、取れないか、今取れそうだったんだけどな、惜しかったな。ほっほっよっほっ、あれなんだなんだなんだ、ラグラグいよ、絶対ラグだよこれ。ありがとう今取れたと思ったんだけどダメだったか、惜しかったっすね。今パリ行ったと思ったんだけどな。さあ来たよ、あー違う人だな、これは今回は違う。うわすげえの持ってんな、これバカでっかい剣持ってますね、またこれ両手剣か、これは恐ろしい。よいしょ、両手剣、ああパリー狙いだなこれ、多分これパリー系だな。ならば有機のサーベルを使う時が来たんじゃないか当たらない、当たらない、あーなるほどね、恐ろしいな。よいしょ、当たんないかあれで。これパリー取れないんだよね多分ね、これ体験だから。やっぱなパリー狙いだよね、そうだよね、多分絶対そうなんだよこういうパターンは。プレッシャー与えていこう、圧を与えていこう、パリー狙いだな完全に。ほっ、うわっ、うわー、すげえ削れるなこれマジか。ほっ、あー我慢か、耐えてくるパターンみたいなやつか。あ、なんか変えてきたな剣、ちょっと普通のなんか小さい剣に。我慢か、我慢からの戦技だよね多分ね。これ近づきづらいな。ほっ、よし、うわパリー狙ってっからな相手も。戦技だ、あぶれ、つく、よし入ってるよ。パリーのタイミングをミスったら、よっ、ついてくると見せかけてジャンプ切り、あいててて、トゲだ、トゲトゲ鎧つけてやがる。ほっ、違うかここもパリー出ない、どうする、よっよっ、ほっ、当たってねえか今の、今の当たんねえのか。なんだ今の音何何今の音、よっ、いい勝負、あれどこ行ったの、どこ行くのどこ行くの、どこ行くの、何何どうすんの、あぶねえ、制限時間30秒、くーくー、どうすんだ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 、よっそれ何何そのローリングアタックみたいな、よっそれで削ってくるみたいな感じで、最後の勝負、それ当たんねえのかあれでも、あ終わっちゃった、ドローか、惜しいな、いい勝負だったお互いパリーと、ね、狙ってて、いやなかなか良かったな今の。はい、ちょっとねルカソードとターゲットシールドでいってみようかなと思って、あーこれさっきの人じゃん、ルカソードとターゲットシールドだけ、いくよ、歴戦の武器でいってみる、多分この人ねもう体験振ってくる、振り回してくる系だから。これなパリー取れないんだよな多分な、
ハリー取れないんだよね。どう戦おうかな、どう戦おうかな。多分パリー狙ってきてるから当たんねえか、今の多分当たんない。これはどうしよう、どう攻めよう、どう攻めよう。この剣でどう攻めたらいいんだ。よし当たった、危ねえ危ねえ、パリー狙ってるよ、怖え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 、パリー狙ってる、絶対パリー狙ってる。よし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 、パリーは効かないよ、ジャンプ切りだ、これは効かないって視聴者さんに教わったんだ。これねパリー取れないんだよこの剣、多分取れない、この剣は多分取れない。予想だと我慢使ってきそうだな、多分そろそろ、さっきも我慢使ってきたからな。危ない危ない、よっ当たんねえのか、今の当たんねえのか、当たんねえか、どう来るんだこの人、本当に危ねえ、踏み込んできた、危ない危ない、踏み込んできたよ、いてすげえ距離感、あんな距離来るんだあれ、危ない危ない、パリ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 入れない、よいしょよいしょ、当たった当たった、バックステップ強攻撃、くそ負けられねえ、当たってねえのか、声してんのに負けられねえ、これは負けられねえ、よっはっもらった、ありがとう、やった勝ったぞ、さっきの勝負ついたぞ、やったルカソードで勝ちましたよ、勝てた勝てたルカソード1本でいくっていうね、いやパリー取れる武器だったらパリー狙っていきたいんですけどね、あれ多分できないっしょ、特大剣なんかできないって聞いたんで、わかんない、できるやつできないやつのねまだね区別がついてないんで、いやいけたいけた、いやいけたよルカちゃん、なんとかね、じゃもう一回行こうか、いやーよし、なんかね2対2とか4対4とかあるんですよ、ちょっとね後でそれをやってみようかな、どんなもんなのかわかんないけど、魔法とか強そうじゃない、2対2とか魔法が強そうな気がする、見えないところから撃たれたらね結構入っちゃうからね、抜かそうと1本で対人に行くっていうこのねこの無謀さみんなそれぞれね対人に向けて武器を用意してるはずなのに、ね、もういつもの1本で行くっていう、さあ来ました、あーなんだこれは、これは初めての人だな、なんだこの人、なんかすげえまたでっけえ剣持ってっけど、あーなに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 、あこれもダメなんじゃないの、あこれパリ取れるかな、これパリ取れそうだな、これ取れそうだな、取れないのかな、これこれダメかな、ちょっとわかんない、取れんのか取れないのかわかんない、当たった当たった、パリ取れんの何なの、おっしゃ取れた、もらった、これがパリの威力だ、ありがとう、ずっとこの武器でやってきてんだ、この武器と盾のセット、ありがとう、バイバーイもらったね今のはもうね、あれ取れるんだね、あれでっけえから取れないのかと思った、すげえでっかいじゃん、なんか取れる武器と取れない武器の差がよくわからん、じゃこれまたねちょっとね時間空けないと同じ人とね連チャンして当たっちゃうから、ね、いいんですけど別に当たるのはいいんだけど、これソウル入ってほしいな、1000でも2000でもいいから勝った人にはね、いいんだけどさ、同じ人と当たってもいいんだけど当たりたくない人もいるでしょ中にはね、やっぱね、だからねちょっと私もね動画的になんかいろんな人と戦った方が多分いいと思うから、これね全然変えてないね、結局なんかモテないもんばっかなんですよ私のルカちゃんじゃね、
あ、これ持てるな。魔法か、魔力武器か。さあ行ってみましょうか。もう一度カットしないで今回行きますか。カットバージョンとカットなしバージョンでいきますか。カット してるときお前勝ってる試合ばっかやってるんだろうっていう感じかもしれない。そんなことないですよ。ちゃんとありのままを見せてますから。いや今のはねもらったでしょう。あれはもう来るってわかるからね。もうね、さてと、まあもうこれでパリ取れなかったらそこがあれだな、最初の10秒だな。いいとこ最初のね、最初ね、あのちょっとこう動画的に見どころからってところをね最初にちょっとだけ差し込むようにはしてるんですけど、やっぱね面白そうに、ね、見えた方がいいじゃないですか、やっぱ動画はね。まあそういう工夫はしてるんですけど、まあ大した工夫じゃないけど、もうパリ取れなかったらあそこにしよう。いやしかしねこれいいね、なんかまったりとできる。あとねなんかね、なんかね意外とハマっちゃうというか、なんかもう一回みたいな感じになっちゃう。やっぱねダークソウルの対人そういうとこあるからね、スルメゲーですよね。なんかもう一回みたいなね。さあ来ました。あ、同じ人じゃん。開けたのに行きましょう。この人すごいね、攻撃的だよね。すごい攻撃的よこの人本当に。あんまりブンブン振り回さない方がいいと思うんだけどな。まあいいや。あいででででででほっ、ああ取れなかった。嘘、今合わせたんだけどな。まあいいや、もうパリ狙っとこう。負けてもいいや、この人にはパリを狙おう。もうほっ、嘘。タイミング合わせてんだけどな。ほっ、ダメか。まあこういうこともありますよ。ちょっとカットしますね。ちょっと時間空けます。また同じ人と当たっちゃう。おかしいな、さっき格好決めたんだけどな。さあ来たよ。あれ、これまたさっきの人だわ。あれ動いてないよ。おーい寝ちゃったの。おい始まってるよ。ちょっとびっくりしちゃった。こんにちは。やろうかな。あなたとよく当たるね今日ね。ほんとあなたと私相性いいみたいで、ほんとに、ま、ミスター、危ない。普通に戦おう。よいしょ。距離感がね、うえ、何その距離。嘘でしょ。あれダメ。あ、そうっすか。今のダメっすか。今行ったと思ったんだけどな。よいしょ。なんかこの人もラグいんだろうね多分ね。そんな気がするんだけどな多分。よいしょー、もらったー。ちょっとなんかデジャブだよ。デジャブ。ちょっと待って、これデジャブ。ごめん何回も。ちょ、デジャブだよ、デジャブ。これまずいって、これはまずいって。ちょっと一回休憩しよう。ちょっと開けますよ時間をね。これダメだ、ちょっと一回休憩して開けまーす。ダメだ、同じ人とばっか当たっちゃう。ちょっと同じ人と当たるからこれやってみる。この乱闘みたいの全員が敵なんだ。2人ってどういうこと。3人ってこと、自分入れて3人ってこと。あ、そうだね、全2名まであと1名。あ、違うな。何どういうルール。撃破数を競うってどういうこと、何なのこれ。何が違うの、1対1と何が違うの。全然マッチングしないな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい。ちょっと待って、
乱闘4人これ1対1でしょ、全員が敵となり2人ってどういうこと。4やってみる、4やってみよう。4来ないんだよね多分ね、多分1対1がね人気なんだよ絶対。ダクソの対人っていうとやっぱね怠慢、絶対怠慢だと思うんだよね。全4名まであと3名、ちょっとね今日はもうねまったりとやってますから、飲み物飲みながらやりますから。いやーこれはね来ないでしょ、このパターンは来ないでしょ。あー来ないね、これは絶対来ないと思う、うん、しかし寒くなってきましたよね本当に。ダメだこれは、来ない来ないと見る、私はこれは来ないと見るぞ、これは来ないんじゃないか、これ1回でもできた奇跡なんじゃない。これフレンドさんとやらないとできないでしょこういうのね。なんか前の時もね、なんか前の時っていうかなんだっけ、前じゃないわ、あ、なんだっけ、どっかであったよねこういうのね、こういうシステムね。その時もどのソウルシリーズだっけな、その時もね1対1がやっぱ人気なんですよね、基本的にそうなのよ絶対。お走ってっちゃったまあ行こう、もう普通に行こう、しょうがないこれは、うん、もう1対1で行くしかないんだよ。だ配信とかでもしやった時にみんなでわーってやるのは面白いかもね。なんか合言葉使えるらしいから、合言葉マッチングすればみんなでわーってできるから。さあ来ましたよ。あー斧槍ですか、いやーやりづらそうだなこれ。これ赤とか無地とかの区別何なんだろうね、青とか なんでこの色になる、変わるんだろう、なんかあるんだろうね多分、多分なんかあるんだよ多分。視聴者さんが書いてくれる、いてー伸びすごー、相変わらずの。あぶれあぶれ、戦技使ってきた、戦技が怖いな、それが怖いんだよね。よいしょ、うんうん、なるほどね、あぶね。まああれね、あれ相変わらずなんだよね、あのね、あれローリング合わせていくか、あれに多分来るよ、チョッピーダッシュ来るから。よいしょ、チョッピーダッシュ来るから、チョッピーダッシュ多分叩きでしょ、ここに。あっ、うわー、やばいなこれ、違うか、意外と引くねこの人後ろにね、何気に。よいしょー、もらったー、どらこうだ、狙ってたぜ、ありがとう、お疲れ様でした。狙ってたよ今のは、完全に狙ってました。はい、ちょっと休憩しようちょっと休憩します、休憩ばっかですけどちょっと開けよう全然マッチングしなくなってきた。なんか時間帯によるんだろうね。でもうねちょっともう少し格好遊ぼうと思って、ね、今回ねこのもうサービスショット付きでもうこれですよ、もうこれね、わっしょいスタイルっていうもう剣がね、剣がこうおみこしのね、まるでもうわっしょいみたいな感じのねスタイルでちょっと行ってみようかなと思ってね、ただそれだけなんだけどルカちゃんわっしょいスタイルでちょっと行ってみようかなと思ってもうナメプなのかっていうね、ナメプじゃないですよ、舐めてないですよ、もうプレイ自体は本当に戦うときは本気でやってますから、ナメプなのかっていうね、わっしょいスタイルね、わっしょいスタイルでいくっていう、これですよ。ダメですよ、今回だけですからね、私のルカちゃんですから、そんなしょっちゅうこんな格好すると思ったら大きな間違いですよ本当にね、もう本当に、うん、全然マッチングしないでしょ、ほら2名1名全然マッチングしない、わっしょいスタイルで言ってんだけどな、おかしいな、すごいねこれね、もうとりあえずね、まあ尻ですね、やっぱりポイントは尻です、もうここに来るとね、
カボタンに本当は話しかける出てるんですけど、尻に話しかけるみたいな感じになってるから、尻に話しかけるみたいなね。尻には話しかけられない、皆さんよく覚えててくださいね。尻は話さないよ、話さない。ね、おならが出るわけじゃないよ。おならじゃないよ。またあなたかよ。あなたよく来るね。あれ、また寝てんじゃないのこれ。お兄さん始まってるって。お兄さん、あお兄さん大丈夫、眠い、もう寝た方がいいんじゃないの。ちょっと眠いんでしょう。もう時間も時間だし、相変わらず激突系だよね。ほんとね、激突系なんだよ彼。おパリー警戒してるね。今回はパリー警戒してる。結構わっしょいソードでいくから、わっしょいソード。危ねえな、それさ、それ何なの距離、その距離感は一体全体。よいしょよいしょ。あれ当たった声してるけど当たんないんだよね。よくあるよね、あるある。結構警戒してる。危ない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 。まだダメだ、まだタイミングじゃない。ここだ。おいー、わっしょいわっしょいわっしょい。当たんないよ、みこしガード。ノーダメです。これ何なんだよこの武器。だからよっ、わっしょい、どっせい。何なのこれ、これ何、ダメだってこれ。あなた、ちょっと、なんだよわっしょいって。前、寝よ寝よ寝よ、もう寝よ。あなた寝た方がいい、多分眠いんだよあなた、多分もう眠いんだって。多分もうちょっと対人限界来てる彼は。彼はもう、彼か彼女か分からんけど、ちょ限界来てる。多分もうね、パターンが、攻撃のパターンが、ちょっとね、ちょっと、ね、パターン化されちゃってる。もう。左手の爪は何で持ってんの、そういえば彼は。ちょっと左手の爪、もう3、4回戦ってるけど左手の爪全く動かさなかったから、あれ何でも、何かっこよさなのかな、何なんだろう。なかなかユニークな彼だったね。うん、ちょっとやっぱちょっと時間をちょっと開けます。ちょっとオーバーウォッチかなんかやって。ちょっと時間開けてきます。もう同じ人しか当たんないから、はい、カットします。わっしょい。さあ来たよ。お、なんだこの人は、何持ってんだ、体験、なんだろう、何の武器だこれ。クレイモアか、普通にモアか、なんだろう、何の剣だろうこれ。なんだ、この人のクレイモア、あれもしかしてルカソードか。ルカソードじゃないよな、ちょっと違うよね形。あ、ルカソードっぽいな、まさかの。お前レプリカだな、それこっちが本物だぞ。クレイモアかな、ちょっとわからないな。なんだ、あー出た、母種相当だな。出血狙いか、出血狙いだな完全に。あー、なるほどね。怖いな、あれ出血するからな。うわー、危ねえ危ねえ危ねえ。ほっ、うわー、危ねえ、出血したー、強っ。まずい、どう来るかな。すい、あーすげえ怖え、あれ早っ。あー勝った。怖え怖え、出血怖い、出血。いやー、バイバーイ。はい。まあこんなもんかな今日はな。うん、まあ30分近く取れたんじゃない、おそらく。じゃあね、まあなかなかねマッチングもしないんで、同じ人とばっかマッチングするんで、まあ、本日はね、ここで一旦終わりにしたいと思います。次回はね、多分攻略になると思いますので、それでは皆さん、
お疲れ様でした。またね。ありがとうございました。ご視聴カボタンもありがとうございます。いやーよかった。ダメ、もう来て、もう終わり、終わり終わり終わり、撮影終わり、なんだっけ、もう終わり。あ、こんなバカみたいな、もう頭につけなくていい、ね、はい終わり。さてと、まあ面白かったな、なかなか。ルカソードでも結構いけるもんだな。結構いけるもんってパリーしかしてない、パリーしか狙ってないっていうほとんど。ひどい、ひどいもんですよ。なんかね、まあでも多分ユーキーのサーベルが強いだろうな。これは強いな。やっぱ斧槍は強いな。斧槍は相変わらず強い。やっぱり強いね、斧槍は。やっぱりなかなか斧槍の範囲は結構強いかな。恐ろしい、恐ろしいかな。どうしようかな、連続して撮影するか、それとも